ドーバー。ドーバー。ドーバーは、アメリカ合衆国デラウェア州の州都、同州中央部、チェサピーク湾とデラウェアに挟まれたデルマーバ半島に位置する。同州の最大都市ウィルミントンからは南へ約80キロメートルである。市の南東には、ドーバー空軍基地がある。また、ドーバーインターナショナルスピードウェイでのナスカーのレースでも知られている。 人口は32,135人、2000年国勢調査。なお、デラウェア州は連邦最初の州であり、従って、ドーバーも連邦最初の州都である。市の別名を、ザ・ステート・キャピタル・シンス1777、1777年から州都であった都市という。1683年。 クエーカー教徒のウィリアムペンによって新設されたケント郡にドーバーの町が建設された。ドーバーは1717 17年にデラウェア州議会の特別議会の承認によって正式な市となった。独立戦争中はドーバーはデラウェア州の兵の召集地であった。1777年、ドーバーが州の中央部にあるという地理的な条件を理由にデラウェアの州都が ニューキャッスルからドーバーに移され、1787年12月7日にはデラウェア州が連邦最初の州となった。南北戦争までの間、デラウェア州は奴隷州であった。しかし、実際には新南部諸州のように奴隷制度は広まってはおらず、奴隷はごく少数であった。南北戦争中は奴隷州でありながら連邦側についていた。 ボーダーステートと呼ばれる州の一つであった。そうした背景や自由州であるニュージャージー州やペンシルベニア州との地理な近さから、ドーバーは地下鉄道の重要な拠点であった。もともとクエーカー京都が建設した町であり、クエーカー京都の大規模なコミュニティが存在していたことも、奴隷解放への機運を高める要素となった。ドーバーは認知している。 アメリカ合衆国統計局によると、ドーバー氏は総面積58.8キロ平方メートル22.7ミである。このうち58.0キロ平方メートル22.4ミが陸地で0.8キロ平方メートル0.3ミが水域である。総面積の1.32%が水域となっている。ダウンタウンにはザグリーン、ザグリーンと呼ばれる広場がある。 かつては、この広場は兵を集めたり、出陣式を行ったりといった愛国的イベントが取り行われていた。今日では、歴史地区の中心部となっており、また、デラウェア州最高裁判所や県都軍地方裁判所が隣接する市の司法地区の中心ともなっている。ドーバーには、市の玄関口となる民間の空港がない。したがって、 近隣の大都市のフィラデルフィア国際空港か、ボルチモアワシントン国際空港を利用し、車でドーバーを目指すことになる。ドーバーには、週間高速道路ルート1が、北のニューカッスルまで通っていて、国道95号線へとつながっている。ウィルミントンとの間は、国道13号線が高速道路規格になっている。車では、 フィラデルフィアから約1 2 4トル、ボルチモアからは約1 6 0トルである。グレーハウンドのバスはあり、北はニューヨーク市、南はバージニア州のノーフォークへと通じている。ドーバーとウィルミントン及びその他のデラウェア州内場所へとは、州が運営するバスを利用できる。アムトラックの駅はなく、ウィルミントン駅を利用することになる。ウィルミントン駅には、 ワシントン DC とボストンを結ぶ超特急アセラエクスプレスやフィラデルフィアの通勤電車であるセプタも停車する。ドーバーの雇用を支えているのは政府部門である。州都であることから州の機関の大部分がドーバーに位置している。しかし企業の本社や法律事務所を多く抱え、州の経済の中心を成しているのは最大都市ウィルミントンである。 ドーバー周辺は生活費が安価であること、生活の質が高いことから州内では最も高い、成長を遂げている地域の一つである。デラウェア州政府やケント軍政府に加え、ドーバーの重要な雇用紙として挙げられるのは、ドーバー空軍基地である。このほか、プレイテックスの工場や、軍用、航空宇宙用船移業の ILC ドーバーの本拠地もドーバーである。このか。 ドーバーインターナショナルスピードウェイでナスカーのレースが年2回開催される。開催時には10万人を超える観客を集め、ドーバーに100万ドル単位の経済波及効果を持たしている。ドーバーはデラウェア州立大学とウェスレーカレッジの所在地である。デラウェア州立大学はデラウェア州唯一のヒストーレクリーブラックカレッジと呼ばれるアフリカンアメリカンの学生のための 高等教育機関として作られた大学である。このほか、デラウェアコミュニティカレッジとウィルミントン大学、ウィルミントン・ウナバーシティのサテライト校がある。公立高校は、ドーバー高校とシーザー・ロドニー高校。所在地は、カムデンの2校がある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ、人種別人口構成、年齢別人口構成 世帯と家族、大世帯数、収入と家計、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。